第4弾の鈴の音、いよいよこれが最終回。待ちきってんじゃん。最終回から初めて見る方はさすがにいらっしゃらないだろうということで、ルールの説明はすっ飛ばしてまいります。あっ、来た、よっしゃ。前回ヤギの鈴の音中にスルーッと現れた直樹兄さん、二人がかりで攻撃、ルールもクソもない大暴れ。いやいや、嬉しいんすけどお祝いの仕方もっとあった。後輩の頭叩き割る。勝利の後の今回は鬼に回って攻められる側に。鈴の音になったら容赦なく引っ張られていく。ここは今日はいい。しかしファンタスティックスというグループはドッキリを食らい、そのまま黙っているおとなしい後輩ではなかった。のすごく悔しいじゃないですか。逆ドッキリを仕掛けようかなと思ってまして、みんなにブラッシュッピシュピシュピシュにして LDH やめる気ですか。やめないです、退社するんですよ。じゃあそれぐらいの覚悟、後味よく終わらせるなんてクソくらえ。ということでラストのテーマは中目黒事変 LDH の下克上じゃからの即土下座。せっかく新曲盛り上げに来たのに。さあ最後の勝負を見届けましょう。はい、こうでしょ。対する鈴の音は同じ EXILE のメンバー世界。これいいな、いけるかな。怖え。世界結構容赦ないタイプです。絶対そうだもんね。あと多分あの先輩ほど容赦ないタイプ。そんな、言うても直樹さん EXILE でも先輩ですから。ライブで世界に迷惑かけてたらここで晴らされそう。そうですね、確かにリハいなかった。いやいや。ということで世界と直樹は着替え直してスタンバイ。ありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。この隙を見てあの男が動く。そんなの絶対逃げらんですよ。二人やばいっす。マジでさっき直樹さんにやられたのがすごく悔しいじゃないですか。逆ドッキリを仕掛けようかなと思ってまして、あの作戦会議の時に、とりあえず音の鳴る方にみんな投げようっていう作戦を提案する。で世界さんにも協力してもらって、で始まったら、アイマスク外しよう。で直樹さんに向かってみんなにピシュピシュにして、直樹さんアウトってなった瞬間にこうネタバラシして、実はすいません。でもう一回やばい、一回仕返ししないともうたまらないんだから。怖っ。これ誰が発信ですか。俺いくつ。LDH やめる気ですか。やめないです、退社するんですよ。じゃあ、まあ、それぐらいの覚悟を持って今日は。マジですか。汚い卑怯、この男にとってそれらは全て褒め言葉。自分だけでなくメンバーを巻き込むことで責任逃れをしようとしているのもポイント高いです。ちなみに堀夏さん、実はすいません、下克上が飲み込めないのかパッカーン瞳孔開ききってますよ。大丈夫ですか。一方何も知らない直樹は、いやおいすいません。ありがとうございます。楽しいねこのゲーム。でも上機嫌なところすいません、これからあなたの後輩が下克上を仕掛けます。やばいね、ファンタってすごいよね。姑息な佐藤はドッキリに向けて着々と下地を積み上げる。この陣形ですね。おめえ、あなんかちょっとだけ俺は前でこれぐらいの行動範囲で守って、はい、なるほどね、ここら辺で。確かにさっき何が怖かったって、はい、来られるの怖いね。ですよね、うん、やっぱね行けなくなっちゃうよね。そうですよね、うん、だから自分のここ範囲を決めて、はい、そこに来たと思ったらこう行く、はい、で例えば車輪でそっちでなったら全員。こうして準備は整った。大谷作戦です、これも大谷作戦、はい、どこら辺が大谷二通りエンジン組もうぜ。あ、エンジン、じゃあお願いします。3、2、1、DH。もちろんこのドッキリは鈴の音世界も仕掛け人。
本当に恐ろしいグループです。世界さん、それではドッキリ返しスタート。では参ります。世界さんの鈴の音、じゃあよーい、よっしゃー、よし、よし、よし、いくぞ、さあ、めっちゃ待って、いけいけ、いきますよ、大丈夫か、ちょっと落ち着け、立て直しましょう、ちょっと待って、めちゃめちゃ怖い、大丈夫ですか、え、誰か割れた、音鳴る方に、どこどこどこ、音消えたよ、静かに聞いて聞いて、大丈夫ですかね、役大丈夫、出た、あ、いけた、近い近い近い、何、音鳴らして、怖い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 、どこだどこだどこだ、パノラ、普通最後まで残すでしょ。何してんすか、直樹さん。早すぎます。そう、カジノは普通じゃないんです。全員で直樹を囲み。さらに世界の容赦ない追撃。LDH の下克上とはこのこと。先輩相手にノリノリでやっちゃってます。この男に至ってはアイマスクを装着し直し、責任逃れをする気満々。さすがにちょっと引きますわ。早すぎるよ。すいません。どうもすいませんでした。すごい、あ、みんな残ってる。世界すごくない、マジで。それにしても直樹さん、素直に受け入れてますけど、お人よしすぎますって。直樹さん、何、ちょっとおかしくなかったですか今。うん、おかしかった。おかしいけど、こういう時気づかないタイプだからさ。ただ一個だけ思ったのが、はい、めちゃめちゃ水風船飛んできた。なんかいいですね。その違和感間違ってないっす。なぜなら全員目隠ししてませんでした。やったな。リハしたような息ぴったりの土下座芸。やりすぎた。この人が言いました。全部全部この人が。なんか直樹さんの可愛いとこ見せたくないですかっていう案らしいです。なるほど。やられてる直樹さん見せたくないですか。大会裏来いよ。次やろうぜ。めっちゃ仲良くなってる。などなどスキップできない下りがありまして、さて、優しい兄さんがコントで終わらせようとしてくれていますけど、我々は見逃しませんよ。せっかくの先輩の見せ場をちょいちょい邪魔してたメンバーをピックアップ。いけいけ、いきますよ。大丈夫か、ちょっと落ち着け、音引こう、音引こう、立て直しましょう、音引こう、よっしゃー、襲撃に備え滞りなくスタンバイする鬼たち。めっちゃ待って、なんですが、いけいけ、いきますよ。セグツさん、今はあなたのターンじゃないんですよ。めちゃめちゃ怖い。
とりあえずバレてないのでドッキリ続行するものの、音消えたよ。静かに聞いて聞いて。大丈夫ですかね、役。大丈夫。やった。近い近い近い。何？音鳴らして。怖い怖い。静かに。今度は木村さん。一人だけアイマスクを外し忘れていますけど。大前提分かってます。結果ドッキリ自体はうまくいったけど、あなたたちの行動にこっちがドキドキさせられました。